焼酎。焼酎とは、種類のうち蒸留酒の一種。酒税法に、原料、製法等の定義があり、アルコール度数は、連続式蒸留焼酎で36度未満、単式蒸留焼酎、本格焼酎で45度以下定められている。日本国内では、酒税法によって、種別基準が定められており、連続式蒸留焼酎、旧香類と単式蒸留焼酎、旧乙類に分けられている。2006年5月1日、酒税法改正による。大衆酒として広く引用されてきた歴史がある。米焼酎、麦焼酎、芋焼酎、黒糖焼酎、落花生焼酎、蕎麦焼酎、栗焼酎、泡盛など様々な種類がある。日本で16世紀から製造され、1559年の大工が残した落書きが最古の文献とされている。17世紀後半より、同網酒造記といった文献に残され、各地で製造された。南九州、宮崎、鹿児島、熊本南部を中心に醸造が盛んである。また、長崎県の壱岐、東京都の伊豆諸島、沖縄県など、当初でも焼酎が醸造されている。2003年には、本格焼酎ブームが起き、原料のサツマイモが不足したり一部銘柄の価格も高騰した。2006年には沈静化したとされるが、2008年には再び最高の売り上げを見せた。焼酎への酒税は政策的に安くされていた。酎が2010年まで常用漢字に含まれていなかったため、法令、その他政府文書では、焼酎あるいは使用自由とひらがな表記になっている。酒税法では、アルコール含有物を蒸留した種類のうち、以下の条件を満たす種類を焼酎としている。焼酎の起源は正確には分かっていないが、比較的有力な説は、シャム、現在のタイ王国から琉球経由でもたらされた、とするものである。陳寛の、地琉球録、1534年に、南蛮、南蛮酒のことが記されており、この南蛮酒は、シャム、タイから琉球へもたらされたものであり、情報は、中国の露酒であると記されている。露酒とは中国の蒸留酒のことである。シャムの蒸留酒はさらに中東に起源を持ち、アラビア語でアラクと呼ばれた。焼酎は古くはアラキ酒、もしくは蒸留器を指すランビキ、英語でアレンビック、アラビア語でアルインビークと呼ばれた。中国、韓国語では小酒と表記される。日本国内では文献記録で確認できる限り、少なくとも16世紀頃から焼酎が作られていたと見られている。例えば1546年に薩摩国に上陸したポルトガルの商人ジョルジェ・アルバレス・フランシス・ザビエルに矢次郎を紹介し、訪日を促した人物は、当時の日本人が米から作る蒸留酒、原文ではオーレークはオラーカイコール、アラビア語のアラクに由来するポルトガル語を上印していたことを記録残している。また、鹿児島県伊佐市の郡山八幡神社には、永禄2年1559年に補修が行われた際に大工が残したケチな雑で一度も焼酎を振る舞ってくれなかったという内容の落書きが1954年の解体理で発見されており、焼酎の飲用と焼酎の故障について、日本国内に残存する最も古い文献となっている。17世紀後半以降、同網酒造記、満金産業袋などいくつもの文書に、焼酎の製造法が記されている。それらから、当時の焼酎は、基本的に酒粕か変廃酒、品質劣化した清酒を原料に、全国各地で作られていたことがわかる。また、粕取り焼酎作りと稲作には密接な関係があり、酒粕は良い肥料となるが、そのままではアルコール濃度が高く使えないため、農民たちは酒粕を蒸留し、アルコールを抽出した後に残った粕を肥料にした。一方、鹿児島など日本酒造りに向かない地域では、各家庭で米や雑穀などを水で仕込んだもろみを発酵させ蒸留したもろみ取り焼酎が作られた。18世紀以降、さつまいもの栽培が盛んになると、さつまいもと麹でもろみを作った。諸実取焼酎は雑菌の繁殖によって諸実が腐敗するなどの難点があったが、20世紀まで技術的に改善されることはなかった。その初期から明治時代中期に至るまでの焼酎は製造に単式蒸留機を用いており、現代の包帯系でいうところの焼酎乙類に限られていたが、明治28年頃にイギリスから連続式蒸留機が輸入さ、高純度アルコールが安価に大量生産できるようになった。明治43年に連続式蒸留機で作られた製品を任意アルコール度数に和みしたものを焼酎とすることが認められ、この製法のものが新式焼酎として広まり、対して在来の焼酎は旧式焼酎と呼ばれるようになる。大正時代初期、新式焼酎の流行と清酒の不増によって全国各地で諸実取焼酎が作られるようになったため、南九州の焼酎メーカーは市場を圧迫されていた。それに対抗するため泡盛作りで使われていたクエン酸生産能が高く雑菌の繁殖を抑制する黒麹、アスペルギルス・ルッチアンシスや A2J ルバル、泡盛を本格導入し、二度仕込み法によって質と収量の向上を図った。こうした技術革新が戦後の焼酎市場拡大の基礎となった。酒税法で新式焼酎にあたる焼酎甲類と在来焼酎にあたる焼酎乙類の区分が制定され、後にそれぞれ連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎と名称変更された。一般に配糖蜜や酒粕などを原料とした発酵液をもとに連続式蒸留機で蒸留して高純度イタノールを生成し、これに加水したものである。日本の税法上はアルコール度数 36% 未満。製法上、何度も蒸留を行うため、アルコール純度が高くなり、原料本来の風味が失われるため、味覚の個性は薄い。また、甲類の範囲にて、ブレンド、熟成、蒸留回数、蒸留機、加水種類、原料等で変化をつけることによって、ある程度の特徴的な風味を持つものも存在する。低コストでの大量生産に適するため、大手企業によって量産され、それらの販売シェアが高い状況となっている。手を加えて飲まれることもあり、酎ハイなどのベースやリキュールの材料、あるいはカクテル作りの際に用いられたり、ジンウォッカなどの代用品として使用されることもある。梅酒などの果実酒作りに用いられるホワイトリカーもこの甲類焼酎ある。税法上では、連続式蒸留焼酎表記の代わりに、ホワイトリカー、1と表記することも認められる。米、麦などを原料とし、単式蒸留機で蒸留して作る焼酎である。日本の税法上はアルコール度数 45% 以下。基本的に1回のみの蒸留のため、原料本来の風味や旨味成分が生きていることが特徴である。南九州地方が特産地として有名。製造法の流れは以下の通りである。近年、蒸留時に蒸留機内の気圧を低下させる減圧蒸留と呼ばれる手法が導入された。これに対して蒸留機内を減圧しない伝統的な蒸留を上圧蒸留と呼ぶ。減圧蒸留では蒸留機内のエタノールの沸点温度が低下し、低温での蒸留が行われるため、フーゼル油などの成分をあまり含まず雑味の少ない蒸留液を得る。一方、上圧蒸留ではフーゼル油などを含む、癖の強い、豊かな風味の蒸留液を得る。産地の南九州では、お湯割りで飲まれることが多い。お湯割りは、酒杯に先に湯を入れ、後から焼酎を静かに加えて作る。こうすると対流が発生し、自然に混ざった状態となる。先に焼酎と水を合わせておき、1日もしくは数日、置いてなじませたものを黒地床等の酒器にて燗をして飲むこともある。旧酒税法が制定された1940年以来、単式蒸留焼酎、乙酒は、酒税の保全や過当競争防止等の理由にて、麦、米、さつまいも、蕎麦の主要4品種については、新規製造免許を認めない方針によって、製造の新規参入ができない状態が長らく続いていたが、構造改革の一環として、国税庁が2005年に規制緩和の見解を示し、一部地域、条件付きながら2006年以降に新規免許が認められることとなった。税法上では、単式蒸留焼酎表記の代わりに、焼酎をつるい、ホワイトリカーに、と表記することも認められている。また、口述するように、焼酎香類に対して劣るという誤解を避けるために、本格中という呼称も用いられる。近年では、原料にコーンスターチなどを用いた、低価格のおつるい焼酎、果実酒用のおつるいのホワイトリカーも登場している。単式蒸留焼酎の世界では、未納税遺失、いわゆる、桶買い、桶売りという制度がよく使われている。これは同一の種類製造免許を持つ事業者同士で生産した種類をやり取りする場合には、酒税がからないという制度を利用したもので、清酒の世界でもよく行われている。単式蒸留焼酎業界では、大分県の大手麦焼酎メーカーが、鹿児島や宮崎の芋焼酎メーカーの閑散期に、麦焼酎の生産を委託すことが多い。この制度があるため、単式蒸留焼酎製造メーカーの統計を見ると、生産量と出荷量と実際にそのメーカーのブランドで販売された量が異なっていることがある。このことから国税庁の資料では、出荷量や生産量ではなく、あくまで税金がかかる出荷をした場合の数量、すなわち課税遺失数量で統計を管理している。マスメディアなどで、出荷量という場合には、未納税遺失数量を含んだ、実出荷量と未納税遺失数量を除いた課税遺失数量を混同して報道しているケースがあるので注意が必要である。香類とおつるいを混和したものである。香類とおつるいのどちらが多いかで呼び名が異なる。おつるいを 50% 以上 95% 未満、混和したものをメリカリ混和焼酎、おつるいを 5% 以上 50% 未満混和したものを甲乙混焼酎と呼ぶ。以前は本格焼酎と紛らわしい表示がされたり、混和率などの情報が表示されなかった商品もあったが、業界内で混和焼酎の表示に関する自主基準を設けて2005年、平成17年1月1日から実施している。おつるい 100% では、匂いが強いなどの理由で飲みにくいと敬遠されることがあるため、これらを和らげるために用いられる。飲みやすさへの嗜好が強い。3種類以上の酒を混和することもある。安価な香類の利点を活かしながら、おつるいの風味を加えることで安価で風味のある製品を作ることができる。価格への嗜好が強い大手メーカーから多くの銘柄が出荷され、1800ml、900ml、200ml などのパックが店頭に並んでいる。蒸気の焼酎のほか、近年は日本各地で様々な原料を利用した焼酎が作られている。焼酎おつるいは一次発酵、二次発酵を経て作られたもろみを蒸留して製造されるものが主流を占めており、カストリ焼酎は 1000kl に満たない。以下のような種類がある。日本酒同様、米を原料とする。味はやや濃厚。主要生産地は熊本県南部の人吉盆地、人吉、球磨地方で28の蔵元がひしめく。人吉盆地で生産される、米焼酎は特に球磨焼酎と呼ばれ、世界貿易機関の TRIPS 協定に基づく産地表示の保護定を受けている。また、2006年には地域団体商標として登録されている。香りや味わいは日本酒に近くフルーティで、減圧蒸留の普及もあって、初心者にも受け入れやすい焼酎である。このほか、日本酒の名産地、秋田県、新潟県等でも、米焼酎が生産されている。麦、多くは、大麦を主原料とする。一般に、米焼酎より癖が少なく、飲みやすいと言われる。もともと、長崎県壱岐で生産され始めたのが最初である。壱岐焼酎は、世界貿易機関の TRIPS 協定に基づく産地表示の保護指定を受けている。壱岐焼酎は米麹に麦を掛け合わせている。麦焼酎は1960年代まで焼酎の中ではメジャーな存在ではなかったが、東京農業大学の柳田杜氏によって、イオン交換濾過法を麦焼酎へ応用する手法が開発され、宮崎県の柳田酒造によって、実際の使用方法が確立すると、多くの麦焼酎メーカーが、イオン交換濾過法を導入することとなった。その後、1960年代後半から大分県で生産されている麦麹に麦を掛け合わせる麦焼酎が日本各地で注目を浴び、現在では大分県も麦焼酎の一大産地となっている。なお、大分麦焼酎は地域団体商標として登録されている。味はかなり濃厚で、しばしば独特の臭みがあるため、好き嫌いが分かれると言われる。しかし、近年では、鮮度の良い芋を厳選し、臭みの元となる、傷んだ部分やヘタなどを切り落としてから焼酎に入るなどの努力がなされた結果、従来のような臭みは少なくなっている。江戸時代から南九州で広く栽培されている、さつまいもを原料とした焼酎。宮崎県や鹿児島県で広く飲まれている。使用される麹は、ほとんどが米麹。さつまいも 100% 焼酎は製造されたことがなかったが、1997年に国分酒造協業組合、現国分酒造が日本で初めてとなるさつまいも 100% 焼酎を発売したことで、芋麹も一般化。現在では多くのメーカーがさつまいも 100% 焼酎を発売している。主産地は宮崎県と鹿児島県。他の産地として、薩摩出身の流人である、丹僧正右衛門が製法を持ち込んだ八丈島などが挙げられる。鹿児島で生産される、薩摩焼酎は、世界貿易機関の TRIPS 協定に基づく産地表示の保護指定を受けている。現在では、焼き芋を原料とした、焼き芋焼酎も作られるようになった。焼き芋に由来する甘い香りが特徴で、鳴門金時で知られる徳島県、宮崎県、鹿児島県などで製造されている。口当たりは比較的柔らかく、癖が少ない。糖分は含まれないため、原料から想像されるほどの甘みはないが、アルコールや黒糖由来の微量成分による甘みや甘い香りが感じられる銘柄もある。主流は白麹菌を使った米麹を甕で一時熟成し、黒糖液を加えて二次熟成した後、蒸圧蒸留したものである。もともとアルコール度数30度のものが主流であったが、現在は25度のものが最もよく流通し、次いで30度のものとなっている。鹿児島県の奄美群島では、江戸時代から第二次世界大戦以前まで、泡盛や黒糖酒、黒砂糖原料の蒸留酒が製造されていた。しかし戦中から、戦後のアメリカ占領時代にかけ、米不足で泡盛の原料に事欠く一方、黒砂糖は日本本土に輸出できず、余剰だったことから黒糖酒が多く作られるようになった。1953年、奄美群島の日本返還に伴い、日本の税法を適用するにあたり、黒糖酒は酒税法上、焼酎として扱われず、税率が高いことから、焼酎扱いを望む島民の要望もあり、取り扱いに関して議論がなされた。当時の大蔵省は、振興策の一環として、米麹使用を条件に、熊本国税局大島税務署の管轄区域、奄美群島に限って、黒糖原料の焼酎製造を特認した。以後、黒糖焼酎は、奄美群島でしか製造できない特産品となり、地域団体商標の奄美黒糖焼酎となって、現在に至っている。現在、奄美群島では、泡盛は製造されていない反面、黒糖焼酎は、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島という広範囲で製造されている。通達により、奄美群島以外で製造されたものは、同様の製法、度数で作ってもスピリッツの扱いとなっている。小笠原諸島においては、日本領土になった明治時代初期からサトウキビ栽培によって糖業が盛んとなり、その過程で生じた副産物を発酵、蒸留した製法で焼酎に類似する糖酎、泡酒、蜜酒と呼ばれた酒が戦前に醸造されていた。戦時中の島民疎開により途絶えていたが、1989年、平成元年になって村おこしの一環として、小笠原村の役場、農協、商工会によって、これを扱う企業が設立され、その製法を模したラム酒が製造されている。税法上は、ラム酒、スピリッツ、もしくはリキュール類の扱いとなっている。味わいは、麦焼酎よりさらに軽く、癖が少ない、蕎麦を主原料とする焼酎。発祥は新しく、1973年、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町の五ヶ瀬酒造、後の雲海酒造が、五ヶ瀬地方産幹部の特産品である蕎麦を原料に、取り上げ新たに開発した。したがって、宮崎県北部において発祥した焼酎だと言える。その後、1976年に、同酒造会社が本格的に宮崎県外へも販路を広げてゆき、これにより、蕎麦焼酎はより広く知られるようになった。結果、蕎麦の栽培が盛んな長野県や北海道でも、蕎麦焼酎の醸造が行われるようになり、以後各地の焼酎メーカーで米や麦との混和タイプも含めて広く作られるようになった。蕎麦屋において、蕎麦を茹でた蕎麦湯で割った蕎麦焼酎を提供している事例も多く見られる。ただし、蕎麦アレルギーを持つ人は、アレルギー症状が出る可能性があるので注意を要する。この蕎麦焼酎に使用される蕎麦の品種は、主に脱炭蕎麦である。しかし、蕎麦だけを主原料として製造を行うのは、比較的難しいため、しばしば米など他の焼酎の原料と混ぜた上で、仕込みがやれ、製造が開始される。したがって、蕎麦焼酎とは言っても、例えば、主原料として、蕎麦と米とが併用されている場合もあるのである。それに対して、米麹こそ使用しているものの、それ以外は全量を、蕎麦だけで製造している蕎麦焼酎も存在する。なお、焼酎は全般に米に麹菌を繁殖させた、米麹が多く使用されており、これは、蕎麦焼酎においても例外ではない。しかし、麦に麹菌を繁殖させた麦麹を使用した蕎麦焼酎も見られる。現在では、宝酒造が独自の技術により完全な蕎麦麹を作ることに成功し、蕎麦 100% の土割を発売している。このように、一口に蕎麦焼酎といっても様々なタイプがあるわけだが、この点も他の焼酎と同様である。栗の香りとまろやかでほのかな甘みがある喉越しが特徴。栗の実を主原料とする焼酎。1976年、宮崎県延岡市の佐藤焼酎製造場が地元産である栗を原料に用い栗焼酎を発売。その後、兵庫県や京都府では丹波栗を、また愛媛県など各地の栗特産地を中心に作られるようになった。沖縄県特産の蒸留酒である泡盛は米を原料としており、その製法は一般的な焼酎と差異があるものの、税法上は焼酎乙類の範疇に入れられている。法制上、泡盛自体は日本全国で製造することができるが、琉球泡盛という表示は世界貿易機関の TRIPS 協定に基づいて沖縄県産のもののみに認められている。さつまいもで作る芋焼酎と比べ癖が少なく、飲みやすいものから独特の青臭い香りの強いものまである。じゃがいもは、でんぷん原料となることからアルコール製造に利用でき、大正時代以降、北海道等で香類焼酎の原料に利用され始めたが、おつ類焼酎の製造に活用されたのははるかに後年のことであ。1979年4月に、北海道斜里郡清里町の清里町焼酎醸造事業所が日本で最初のじゃがいも焼酎を製造販売した。以後、北海道の多くの焼酎メーカーがじゃがいも焼酎に参入し、近年、北海道ではじゃがいも焼酎の生産が広く行われるようになっている。また、長崎県でも特産品としてじゃがいも焼酎を製造している酒蔵がある。諸見取焼酎とは別の製法で、清酒粕、日本酒の酒粕を蒸留して作られる、粕取焼酎と呼ばれる焼酎がある。粕取焼酎は、九州北部を中心に発達し、全国の製酒造で製造されている。江戸時代の本草書、本朝食巻に、焼け酒は、新酒の粕をせいろで蒸留して取るとあるように、清酒が醸造される地域で焼酎といえば、粕取り焼酎のことであった。新しくできた酒粕をそのまま蒸留する方法と、もみ殻を混ぜて通気性を確保してから蒸留する方法があり、前者は、吟醸粕取り焼酎、後者を、清調粕取り焼酎と呼んで区別している。貯蔵した酒粕を蒸留しさなぶりという田植え後のお祭りで飲んだことから、別名、さなぶり焼酎とも呼ばれる。蒸留した後の粕は他の肥料として使われていた。太平洋戦争後、粕取りと混同されたこと、独特の香りが時代の嗜好に合わなかったことなどから需要が低迷し、粕取り焼酎の製造から撤退する蔵が相次いだ。また、かつては福岡県内を中心に粕取り焼酎専業の蔵も多くあったが、現在では米焼酎の製造を行うなど、専業像は消滅している。しかし、昨今の焼酎ブームにより、日本酒製造メーカーが、粕取り焼酎に再び進出するケースが増えている。梅酒をつける際に、ベースとなるアルコールや、みりんの主原料としても使われたほか、日本酒の仕上げ工程において、中途で発酵を止め、防腐や辛口に仕上げる目的で用いられる、柱焼酎として使われる場も多かった。また、外傷の消毒薬としても用いられた。粕取り酒、粕取りとは、第二次大戦後の混乱期において出回った粗悪な密造焼酎に対する俗称である。第二次世界大戦直後から食料不足が深刻化し、酒造会社の多くも再建が進んでいなかったため、種類を製造する余裕などなかったが、庶民は気晴らしのため安価な酒を求めており、この需要に応える形で、自然発生した。主に、さつまいもや麦を原料にしていたが、素人があり、合わせの道具と不確かな知識で製造しており、焼酎とは呼べない粗悪な密造酒であった。闇市では、ラベルのない不揃いの酒瓶に詰められた、出所不明のアルコール飲料が取引され、屋台では、アルコール度数が低いものならば、庶民でも手が届くような価格で提供されていた。しかし、さつまいもなどが使われていれば上等、アルコール度数が表記されていれば、良心的な方で、中には、原料や出所が全く不明という得体の知れないものが多く出回っていた。甚だしい例では、種類に転用されないようにエタノールに、失明や中毒死の危険があるメタノールを加えた、変性アルコールを使った酒もあった。変性アルコールは、燃料、工業用であるため、工事価格が適用されず非課税で相対的に安価であり、沸点の違いを利用して販売前に加熱、蒸留してエタノールを分離するというアイディアだった。しかしメタノール-エタノール混合溶液は強沸混合物であるため単純に加熱してメタノールを取り除くことは不可能である。これらの工業用アルコールを水で薄めた酒はメチール酒やバクダなどと呼ばれたが、庶民は安価な酒を求めていたため中毒事故が多発した。これらの粗悪なアルコール飲料は次第に粕取りと総称されるようになったため、一般にも粕取りイコール粗悪な蒸留酒というイメージが定着した。その影響で決して粗悪でない本来の粕取り焼酎まで誤解によってイメージダウンした時期がある。1953年の論考によれば、1947年9月末時点の日本国内における密造酒生産量は502,000キロリットルと推定され、同時期の正規製造上輸出数量343,000キロリットルを大幅に上回っていた。密造酒の中で主流を占めていたのは焼酎であり、都市近郊で大規模な密造集落が形成されるにまで至った。密造検挙件数は1945年の8510件から1946年は 11,686 件、1947年には 16,968 件と年々増え続けており、当時の密造酒の氾濫ぶりが伺われる。宮崎県の焼酎産業は太平洋戦争終戦後、密造集落1カ所の存在で大きな影響を受けた特異な例である。宮崎市内の大島地区は戦時中に工業生産従事のため移住した沖縄、奄美諸島出身者が戦後求め生活の糧を得るため大規模な密造集落を形成し、一時は住民900戸中650戸が密造と、その資材供給に従事していた。大島製の密造焼酎、いわゆるカストリッパンよりも良質であったというに押され、宮崎税務署管内で酒造業者の半分が休廃業に追い込まれたほどで、これに対し大規模な取り締まりが1947から52年の間に5回も実施されている。宮崎県においては21世紀初頭に至るまで一般的な25度焼酎よりも度数が低い20度焼酎が広く普及しているが、これも国税庁が戦後の密造焼酎横行対策として正規業者に税率を抑えた20度焼酎の製造を認めた結果であった。派生した戦後混乱期を象徴する表現として、同時期、粗悪紙を用い戦場的な記事を満載して、安直に売られた雑誌を指す、カストリ雑誌という言葉も生まれた。黒澤明監督の映画、酔いどれ天使など、戦後の闇市を舞台とした文芸、映画作品等では、当時の世相を象徴するアイコンとしてカストリ酒が登場する。戦後1949年の酒税法で、甲類、乙類の分類個称が定められたが、通常甲乙の称は、等級や順位でも使われる表現であるため、ややもすれば、乙類が甲類に劣ると誤解されかねなかった。これを危惧した、江夏純吉、当時の霧島酒造、本社所在地、宮崎県都城市社長が1957年に、九州旧式焼酎協議会において、本格焼酎という呼称を提唱。1971年、昭和46年12月10日に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、施行規則、昭和28年大蔵省令第11号が一部改正され、本格使用自由と呼称、表記することが可能となった。2008年12月現在、法令の条文上では、本格使用自由のみが使用されており、漢字の本格焼酎の登場例はないが、以下業界での慣用に倣って、本節では後者を用いる。しかし、本格焼酎の呼称を用いる基準が必ずしも明確でなかったことから議論が生じ、その結果2002年11月1日に、前述の省令の一部改正により、基準が強化され、以下に掲げるアルコール含有物を蒸留したものでなければ、本格焼酎と名乗ることはできなくなった。なお、単に、焼酎を乙類、単式蒸留焼酎と表示するのであれば材料は制約されない。2018年現在、国税庁長官の指定する物品としては次の49種類が列記されており、本格焼酎として実際の商品化が行われている例も存在している。アシタバ、小豆、甘茶づる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、お種人参、かぼちゃ、牛乳、銀杏、くず粉、熊笹、栗、グリーンピース、コナラの実、ごま、昆布、サフラン、サボテン、椎茸、シソ、大根、脱脂粉乳、玉ねぎ、土地の木の実、トマト、ナツメヤシの実、人参、ネギ、海苔、ピーマン、ひしの実、フキノトウ、紅花、ホエーパウダー、ホテイアオイ、マタタビ、抹茶、待てば、シイの実、ユリネ、ヨモギ、落花生、緑茶、ヘレンコン、ワカメ。日本では2003年頃から焼酎乙類を対象とする本格焼酎ブームが起き、同年には焼酎類全体の出荷量が日本酒の出荷量を約50年ぶりに上回り、2004年には売上高もピークを迎えた。ブームに伴って本格焼酎を専門に扱う焼酎バーも登場している。ブームの影響によって材料や製法にこだわった焼酎も盛んに市場へと送り出された。鹿児島で本格焼酎は 1.8L あたり1500円前後の商品が消費の中心であるが、より美味しい焼酎を望むニーズと作り手のこだわりによって高価格で本格志向である味の焼酎も登場した。しかし、少なからぬ弊害も生じた。ブームのピーク時には、芋焼酎の原料となる、さつまいもが市場に不足する深刻な問題が起きたほか、一部銘柄では、プレミアがつき、一本数万円などという値段が付けられるようになり、モリー像については、偽物が出回る事件にまで発展した。本格焼酎需要急上昇に伴い、各地で焼酎の生産設備拡充や、旧酒造場の再開、新規参入などが図られた。しかし2006年初頭からブームは沈静化、例えば帝国データバンク、福岡支店は2006年の売りが2年連続で下落したことから、焼酎ブームは去ったと分析し、ブームの反動、縮小による焼酎業界への悪影響を懸念しており、日本銀行鹿児島支店が2008年2月に公表した今回の焼酎ブームについてまとめたリポートでは、今回のブームは終焉したと指摘、銘柄選別の時代に入ったと結論付けた。このような状況であったが一方で麦などから芋などへの素材に対する嗜好の広がりが起こったことにより、帝国データバンク、福岡支店によると、焼酎メーカー上位50社の2008年1から12月の売上高合計は前年比 3.8% 増の3471億9500万円で、ピークの2004年を上回り、過去最高を記録するなどブームの底堅さも見せている。2016年、平成28年度の日本国内の焼酎消費量は次の通りである。比較として、同年度の清酒消費量も記載する。帝国データバンクの統計調査によると、2016年、平成28年の焼酎売上高上位50社の売上高合計額は859億6400万円、上位50社の売上高合計額のピークは2008年、平成20年の309000001、300万円であった。首位の霧島酒造は2004年、平成16年の調査開始以来14年連続で増収で、2004年時点では8位であったが、黒霧島の爆発的ヒットで2012年、平成24年に初め首位になった。上位50社の所在地別売上項では、宮崎県が896億4、300万円、鹿児島県が802億3、600万円、大分県が683億9、600万円であった。なお本項では売上高上位20社までを記す。ただし、焼酎部門の売上高比率が 50% 以下の企業は統計から除外されている。このためタカラホールディングス、焼酎部門売上高593億7、600万円、構成比 26.3% や、オエノンホールディングス、焼酎部門売上高394億2、700万円、構成比 49.8% はランキングから除外されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。